よし、人型ロボットとハイペリオンのメインシステム、この2つのリンクは切断できたよ。けど今は必要な設備が揃っていない。彼女を再び目覚めさせるにはネゲントロピーの本部まで行くしかなさそうだ。でもカカリアはどうするの？彼女の話だと天命がデザイアジェムを奪うために多くの部隊を出撃させてるのよ。きっと今も切迫しているわ。支援が必要よ。それにもしデザイアジェムが天命に奪われたら大変なことになるわ。うん、そうだね。実はさっきテレサさんとこの件について話し合ったんだ。それで現状に沿ったプランを2つ考えた。一つはカカリアの支援要請を無視してこのままネゲントロピー本部に戻り人型ロボットを修復する。デザイアジムについては諦めてキアナの行方を最優先にするんだ。全員が共に行動することでリスクを最小限に抑えることができる。ただしこのプランだとデザイアジムは奪われる。そしてカカリアとその部隊もおそらく。正直長い目で見たらこの案は有用とは言えないかもしれない。ではもう一つのプランとは一体どんな内容なのですか？僕たちがそれぞれ別行動を取るんだ。2グループに分かれてネゲントロピー本部とカカリアのいる場所に向かう。運がもちろん括弧撃破されて全てを失うリスクもあるけどね。つまりプラン1だと安全性が高い反面デザイアジェムとカカリアを犠牲にしてしまう。プラン2だと危険性は高いが長い目で見るとメリットがある。どちらにしても一か八かだね。はあ、厄介ね。どちらのプランがいいか公平に投票で決めようと思う。みんなよく考えてくれ。5分後に投票を始めよう。艦長と一緒にいると安心します。ちょっと不安かも。人型ロボットとデザイアジェム、どちらも失うことはできないわ。難しい選択ね。メイ、あなたはどう思う？本音を言うと、犠牲を考えなくてもいいのなら、キアナちゃんの行方を探したいと思っています。もう、あれから4ヶ月も経ちましたから。キアナちゃんが心配です。私も同じよ。それにみんなを危険にさらすわけにもいかないわ。プラン1を選ぶしかなさそうね。バレちゃった。温泉に入りたいわ。ちょっと不安かも。艦長、次の目標は何ですか？テスラさんはどう思いますか？悩んでるわ。ボサ頭の言う通り、別行動は全てを失うリスクがあるわ。けど、カカリアをほっとくのも何か違う気がするのよね。彼女がどうなろうが知ったこっちゃないけど、彼女が手にしている機構部隊はネゲントロピーの大事な資源だし、相当のお金をかけて作ったものだからね。あれほどの兵力を一気に失うなんて損失が大きすぎるわ。それにカカリアはあの子のお母さんでしょ？ブローニャちゃん、あのメギツネにはこれっぽっちも好感なんて持ってないし、むしろ嫌ってるけど、あの子は違うでしょ？ああ、もう、どうすればいいの？艦長と一緒にいると、安心します。アインシュタインさん、
あなたはどう考えているのですか？僕はプラン1を選ぶよ。キアナは計画の核心で、オットーが最も重要視しているからね。彼女の行方を最優先にすべきだと考えてる。それにカカリアは信用するに値しない人物だ。これに関しては君が一番よくわかっているが、君の父親を陥れ、君を律者に改造した人物があのカカリアなのだからね。はい、あの人がしたことは決して忘れません。ただ正直に言うと、プラン1も完璧とは言えないんだ。オットーより先にキアナにたどり着けるかどうか、人型ロボットの中にある情報がどれぐらい役に立つのか。艦長、起きて元気出してください。ブローニャちゃんはどうするか決めた？ブローニャはプラン1がより合理的な選択だと思います。でもそしたらお母さんは？やっぱりカカリアさんを犠牲にするのはブローニャちゃんにとって残酷すぎるわ。もし心に引っかかりがあるのなら、自分の気持ちに正直になってみて。あい、でもお母様はみんなにひどいことをしました。ブローニャは自分のせいでみんなを危険な目に遭わせたくありません。みんなを信じて。ブローニャちゃんも本心で選ばないと。ブローニャはお母様にもう一度会いたいです。会って確かめたいことがたくさんあります。私もブローニャちゃんと同じよ。決着をつけたいことがたくさん残ってるの。会えないと困るわ。ありがとうございます、メイ姉様。あれ、テスラさんいたんですか？もしかして私たちの会話聞いてました？そんなことしないわよ。盗み聞きなんてするわけないでしょ。もうすぐ時間だからそろそろ戻りなさいって伝えに来ただけ。わかりました、行こう。ブローニャちゃん、バレちゃった。温泉に入りたいわ。艦長、起きて元気出してください。了解です艦長。みんなもう決めたわよね。じゃあ投票を始めるわ。1、2、3。うん、アインシュタインと私がプラン1、メイとブローニャ、それにテスラがプラン2ね。3対2でプラン2に決定だ。それじゃあここからは別行動ね。テレサさんと話し合った時、プラン2になった場合の組み合わせも考えておいたんだ。テレサさんとブローニャ、そして僕がハイペリオンに乗ってカカリアと合流し、デザイアジェムを移送する。テスラとメイがヘリオスに乗ってネゲントロピー本部に向かい、そこで人型ロボットを修復する。全員の状況を見て判断したんだけど、問題ないかな？問題ないわ。博士と学園長の判断を信じます。ブローニャも意見はありません。異議がないならこれで行こうか。メイ、気をつけて。リタはすでに人型ロボットの脳内から情報を得ているわ。きっとキアナの行方を追っていると思う。鉢合わせする可能性があるわ。はい、わかりました。学園長たちもどうかお気をつけて。
ブローネちゃんもあまり無理しないでね。はい、メイ姉様、ありがとうございます。ヘリオス号は軌道に乗ったわ。いつでも飛べるわよ。では行ってきます。今回の任務は簡単でしたね。次の任務に行きましょう。